コさんです。私もです。わかってるからということでね。今日何しに来てるんですか？いつものやつやん。あ、ノープランか。ノープランよ。夜みたい。もう夜やで。どうする？夜ご飯食べて帰ろうか。そうやな、朝やけど夜ご飯食うか。朝、夜の分の朝ご飯食べる？あ、そうやな。先食うとくわ。夜にほな朝飯食おう。うん。そうやな。夜の分を今食おう。ノープランデートってやつです。良さそうな見っけてみて。早ない？もうちょっと歩こうや。腹は減ってるけどやん。並んでる。並んでんの？並びたないって。ざっと120組かな。てか並んでるし並ぼうや。せやな、暇やし並ぼうか。並ぶん嫌いやねん。めっちゃ好きやん。ブラサンかけて全員にメンチ切っとくよ。分からん。全員おんないで。ほんまや。1時間半ぐらい並んだんですけど、どう思います？楽しかった。めっちゃ寒くて腰むっちゃ痛いんですけど、食べて忘れよっか。中国人ぐらい後で爆買いしてこの気持ちを抑えたいと思います。いただきません。うまい。うまい。かき飯いったろ。うん、サラダ。かき入ってんの？入ってんの。うまっ。めっちゃ味する。めっちゃうまい。うん、美味しい。スープ美味しい。チャウダー。チャウダー美味しい。え、グラタン焦がす。ありがとう。ディップディップディップ。うっ、かき汁えぐいやん。ボドボドってこぼれた。いや、熱い。うん、揚げたてすぎ。うん、かめん。グラちゃん一口。マジで熱そう。うまっ。かき入ってる？うん、そう。マジで。はい。美味しそう、それ。これじゃあ何やろ。お漬物みたいな刺身、なんか渋い。副菜って書いてあるキチヤ、うん、めっちゃ熱いやろ。めっちゃ熱い。タラタラつけへんかったん。まずは。まずはでもう一口いなくなったやん。焼いてえ、美味しない、うまい。めっちゃでかない。顎が焼けとしてるわ。いや、うまいな、カキ。褒めて。え、サラダこれ、カキ入ってんの？入ってない。味に味来ない。このトリュフのパン食べる。何度しようか。それ何飲んの？それ何？チーズ。あ、チーズ。それリップするって。あ、トリュフの匂いした。めっちゃトリュフの匂いした。うまそう。せーの、待っていい？噛んだら、むしろ。いや、リップできひんや。あ、そうか。まずそのまま食べるわ。めっちゃ美味しい。え、トリュフ愛する？うん、似てる。これ何かせえへん思ってた。あ、めっちゃ匂いした。うました。めっちゃトリュフの匂いした。え、黒い粒入ってる感じ。いや、入ってない。まずそのまま食べてみて。マジや。したやろ。どこに行くんやろ。なんかかかってんのかもしれない。うん、めっちゃ美味しい。これうまい。うん、お肉とか。そのパン美味しい。あ、チーズつけすぎてトリュフ消えた。グラタンも美味しい。焼き食った？まだ。うん、何？美味しい。が一番美味い。シンプルに。これは。本当やな、うん、結局おいしい。これのどうせ太ってきてんやろ。とことん太ったやねん。なんて買った。逆に腹減ってきた。この匂い、匂いで食うたろか。何の自慢。ごちそうさまでした。エアプロハウス。なんもないぞ、ここ。あ、いけ。梅田のくせになんもないぞ。どうする？梅田、な、何かしかなくない。なんもないぞ。誰にも会わへんぞ。今日声かけられるまで外にいることにする。あんたら服一緒ですねってなるまで。ありがとうございます。はい、パチンコ屋のウインナー。向かい側のさ、ミョンヘンの950円と並んでこっちにしたな。まあ、悩んでんやんな。やっぱ値段では勝てへんかったわ。どう？うまっ。なんで笑ったん？いや、あの牡蠣のセットにこれもついてたらええのにな。見して見して見して。見せ、見えてんねん。見せんでええやろ、こんなの。俺の見とけ。下ネタちょっと。笑えへん、笑えへん。あ、こんなんじゃない。じゃあ、ポークピッツ。誰がやねん。100円はでも安いな。正真正銘パチンコで。寝台って書いてある。パチンコですか。いやいや、こいつ1時間だよ。その辺で私ほなお買い物しとくわ。なんでや、パチンコの玉で買い物できるやん。負けたらできひんやん。換金してすぐ交換したい。食う？食わん。美味しかった。ごちそうさまで。セアプロ。あ、なんだろ、めっちゃ酒や。酔いそうやな。だいぶ。何頼むの？鶏肉。キンキンに冷えてやがる。190
40杯ぐらい飲んだらハイボール飲むかな。うん、ありがとうございます。じゃあキツネ、じゃあキツネ、どっちから行こう。ゆでさば、タイから行こう。うまっ、ライチ、うん、あ、合う。あ、まあ、しめさばに合う。うまっ。ライチ、いや、ちょっとすぎやろ。なんか、肉厚。肉、見たことないタイヤ。どう、うん、うまっ。いや、米いらんとか言って、寿司はええの。うん、めっちゃ幅いらん。今日無限に食えそうやわ。73キロになるってやめとき。え、それあんたやん。だってあんといて。今何キロぐらい増えてる？昨日より。増えてる。ガチで40、キロやねんけど、過去最高に出てるから顔面むっちゃでかいらしい。過去最高は52やねん。あ、そうなの。俺も今がマックスやで、人生で。でもそれはさ、筋肉でパンプアップしてる可能性ある。まあな、俺ガタええから。寝よう。どう、美味しい？はい。うまっ。サーモンにしよう。ネタでかい、うん、弾力えぐいし。大阪来たら寿司食べなあかんルールいつからできたの？最近俺ら寿司好きすぎんね、うん、だし、そろそろあれや、銀座でシース、チャンネルとシースぐらい行かなかった。行ってきた。え、その辺のチャンネル。ナンパでキモ。シンプルなキモが出てもうた。なんで銀座でナンパするやつが普通やろ。銀座でナンパなんかするもんだよ。え、するやろ。ビトンの紙袋持ってナンパするやろ。サーメン2期行きます。サーメンいらんの。食べようか。ちょいちょいちょい。え、目これで作れ。殺人やんか。されたくないよ。それぐらい私もされたくないよ。あ、そういう意味ね。そう、比喩表現。目刺されるぐらいのことあんたしてんで。そう、よく分かったやん。サイコパスやん。ほんまはあと70巻ぐらい食いたいけど、うん、せっかくやし。はい、グイ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 。全然止まへん。最後半分いけって言って。なんで知ったね。全然酔えへんかった。どうしよう。次何飲む？今で42杯目か。あ、次で43杯目。ビール飲みたいな。じゃあ一旦ちょっと買い物しよう。爆買いしよう、ほんまに。ちょ、俺もうさっきの並びでもう見こついてるわ。まだ言ってんの？うん。小さい男やな。すいません。セアープロ。1時間半並んでゲットしました。ガリゲット。なんでこんなに1時間半も並んだかっていうと、全然俺らが求めてた食べ物とは違うものやった。ほんまはグルニエ食べたかったよな。そうっす。初手味噌汁行ってきます。ほぼ俺ら買ったのにさっき食いやんだけど、どう思う？まあよくある話だよ。ジャイアンよったわ。行くで。いや、見た目通りの感じ。いや、言っていい。絶対コウヘ君好き。じゃあうまいってこと。うん。なんかシール食うてまうやん。どう、美味しい？うまい。めっちゃうまい。やろ、好きなやつやろ。めちゃめちゃパリパリ。ブリュレされてるところが美味しいな。こういう感じで、パイの実の最強バージョンね。ああ、パイの実クリームたっぷりみたいなの。シール食べた。え、食べる。このシール食べる。本気出したら30点。嘘つくな、ほんまは。味はマジで90点。ただ回転率は22点。まあな。いや、これほんま並ぶなしで食えたらいい。うまいな、確かに。並ぶには分かるな。ちょっとバナナの味せん。バナナの味もあったよ。中指立てる。なんとここへ来てたって。はいはい、お疲れ様でした。あの時ガリゲット、ガリゲット、え、ガリ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 ゲット。じゃあ捨ててきて、そのゴミ。いや、なんで俺が捨てる。捨ててこいや。忙しい。行けって。セアブロハウス。はい、一発で通って。うなぎせ、熱そう。バリも、うん、キクラゲ食べよう。うますぎ。玉ねぎがええ塩梅やな。うん、マジで。いや、肉入ってんな。豚肉入ってた。思った。なっちゃん、ほんまバカなの。めっちゃレバー。もうやがさ、いいやろ。シンプルに口が誰が苦手さんと割りそうな。ラッパ食いしたの。じゃあ今度はキクラゲのこれ作ってや。これ何味なの？これうまいや、感じ。ウスターソースちゃん。めっちゃうまいや。今日は結局爆買いできたから。
あ、これ腹いい感じ。超いっちゃうのよ、レバー。レバーとこれが春。これ、今日の1位は。あ、寿司のタイ。あなた何よ。サーモン美味しかった。油が塗ってた。全然ちゃう店で、全然ちゃう店はこれで。ビール、ビール、はい。誤算でしちゃセアプロということで、あのビールあの後瓶何本いったっけあれ7だ7本のレモンチューハイ2杯 か結構飲んだな、うん、だから俺ら今ちょっと酔うてんな全然あそうやしちょっと今動画はここで終わりやねんあとちょっと北新地でオッパブでも行って帰ろうかなって一人で行ってきて行かへんの行かへんじゃあほらちょっと僕だけオッパブ行ってきます行ったらええねんないいよなんで俺がええねんなって聞いてる最後ちょっとカヌレあったら買おうかなカヌレなかったらもう今から動画が終わると思いまーすよしーお疲れしてうわうまそう私の指噛まれてるうま歯ごたえエグめっちゃうまい抹茶ビビンでおいしいカヌレうまこっちはうまないおいしいうまカヌレハマりそうパリパリうまいわなんか焼きすぎの方がうまい牛乳飲みたいこれがグミって驚きやんなんでカヌレってグミなのでもカヌレのグミ売ってるけどな片ケーキほんまにこれなんか最近出たのかなカヌレ2022年ぐらいに知ったもんへっぽえ、違う違う昔なんやろ昭和なんやろなんやろ最高